早と堀川は埼玉県北東部を流れる河川である。東高では早と堀川の源流にあたるか山堀についても述べる。1594年に戸根川の本流であった海の川を仕切り流路が変更されたため、戸根川から分流する日川の水量が減少した。これに伴い荒廃湿地を開発することが可能になり、備前堀、小米堀、姫宮堀、 三河村落ち彫りなどとともに農業排水路として開作された。また、上流部は1728年に伊沢渡る総兵ため長による賀山沼の干拓の,の際に排水路として開作された。以前は、小米堀り川の合流地点より下流を早と堀り川、上流側を賀山堀りと呼んでいたが、現在は河川行政上、管理起点より下流を通して、 早戸と川と呼ばれている。1919年から矢通川福古市から下流にかけての河川改修工事が行われ、1930年に完成している。久喜市勝負区域より流化する農業排水路の香山堀川が36県機関を流れ、矢通川、埼玉県道5号埼玉勝負線、見沼大用水の下部を横断し、 白岡市芝山の36県機関の刷毛口が、早戸堀川の管理起点となる。主として、水田地域の中を流れ、白岡市、宮城町、春日か市を流下し大地古戸根川へと至る。途中、白岡市市の土地区にて星川と交差する箇所を復古している。詳細な流路に関しては、以下の流路説を参照されたい。 合流早と堀川起点埼玉県白岡市、南埼玉郡宮代町、かすか市上流より、早と堀川と大内、琴音川の合流点、かやま堀は、埼玉県久喜市勝負区域を流れる河川であり、小米堀川の合流地点より上流を指す。中内堀とも称される。行政上は、早と堀川の一部である。かつて、現在の流路周辺に存在していた。 かやま沼において、新田開発をする際、伊沢渡る総兵ため長により1728年に、かやま堀とし、この一帯に開発した堀上げ殿からの排水路として、整備された。このため、流路はおおよそかつてのかやま沼の中央部を、流下している。また今日のかやま沼は、かやま堀川の調節地としての機能も果たしている。現在、 流域周辺はほぼ全域水田などの農地の中を流下する。流末は、早と堀川へと至り、終点となる。流路の詳細に関しては、下記の流路説を参照されたい。この川は、早と堀川の昭米堀川との合流地点までの流路においても、香山堀川と称されていた。合流白館堀川の終点、香山排水機場。ありがとうございます。